しゃい。トモコママママママトモコさん、ママトモコトモコさん、ビールください。月に一度やってくる夢の駆け込み寺、ママトモコ。はい、皆さんこんばんはこんばんは。第4土曜日になりました。夜7時になりました。本日もですね、ゆるーく、角居酒屋豆太郎開店でございます。私、トモコママこと竹内トモコでございます。よろしくお願いいたします。さあ、そして大将、はい、はい、なんかこういう形でお会いするのは本当に久しぶりな気がしますけど、うん、そうですね元気でしたか？まあ僕はもういつでも元気です。いつでも元気ですか？うん、私はこのスタジオに来るのは何ヶ月ぶりでしょうね。4、5、3ヶ月ぶりぐらいですか？そうですよね。だってそうですね、一番最初にこの時間になるって、だからまあコロナ前でちょうどコロナが最初の時に、うん、はい、そうですよ。トモコママが小作り休業で4月からほら、ね、うん、月曜から土曜日にお引越しをしたじゃないですか、うん、そうですね、この時間に、うん、ね、そこから私出てないのですごく久しぶりな感じがして、ええ、はい、皆さんお忘れてないでしょうか？ね、はい、ということで、まあね、いろいろと大変ですけれども、先月はのリモート放送で、そうです、そうです、やりましたね。飲み会みたいな感じでしたけど、もうただ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 酔っ払ってました、ね、ただ飲んで食べて、ね、繰り返しでしたけど、結構見てくださった方もね、多くいらっしゃったらしく、もう全国100万人ぐらいの、はい、ありがとうございます、皆様が、はい、はい、サザンのライブより多いですねびっくりじゃないですかそれ、ね、はい、そう、あ、でもなんか、え、今日だかなんか郷ひろみさんが、はい、インスタライブやるとかって情報を仕入れたんですけど、本当ですか？ひろみ郷さんですか？いや、郷ひろみインスタライブ、インスタライブかなんかやるって、うん、あ、本当ですか？聞いたんですよ。あ、まあ、ご存、でもいいね、こうやってなんかさ、うん、気軽になんかそういうことができる、なんかやってくれるっていうのはさ、いいことですよ。本当たくさんのアーティストの方が、ね、うん、いろんな形で、音楽を届けてくれるっていう、ね、うん、そうですよ、今までにないことですもんね、うん、井上翔子さんなんかもね、なんだっけ、いろいろ何回かライブ、はい、配信ライブやられて、はい、またあれですもんね、ま、7月にもやられます。そう、7月にもやりますね、うん、うん、7月19、うん、なんかそこら辺で、はい、ホームページ見てくださいいいです、はい、はい、井上翔子さんのホームページをチェックしてください、ね、はい、はい、はい、それでね、うん、まあちょっとね、今新メンバーをね、はい、つなげようと思ってるんですけど、はい、なんかね、応答がないんですちょっと待ってくださいなんと、うん、あれ、そう、あのね、はい、あのズームでやろうと思ったんですけど、ちょっとね、ここズーム入れるのがすごい手間取っちゃって、あら、うん、音葉ちゃんですね。そうですね、あれ電話かかってきましたね、こっちに。あれあ、もしもーし、もしもしじゃないですもしもしじゃない、あ、もしもーし、もしもしあ今、素でしたね、今お疲れ様です、お疲れ様です音葉ちゃん、あ、トモコママ、どうも、こんにちは。あ、なんかすごい音がね、すごいね、あれですね、声がもう反響してるね。反響っていうか、ね、はい、もうここにいる皆様、音八里の声に包まれてますよ、はい、あ、そうなんですか。だからさっき LINE したじゃないですか私いきなり繋がるんですかって言ってしないんで、いやいやいや、繋がってんですか？そう、繋がってますよ、繋がってますよ。え、ズームでってこと？ひどい、ひどい繋がってる？本当繋がってます、繋がってます。本当お顔とか出せないですか？え、だってこれ映ってる場所確認できなくないですか、いきなり映したら。映ってる場所はどこですか？ん、映ってる場所確認って、はい、音葉ちゃんがどこに映ってるのかっていうことですよね、うん、そうだよね。どこに映ってるか、ひどくないですか、いきなりだって出ようとしたらビデオになって出たらめっちゃ普通にみんなにもういきなり繋がるってことですよね。いや、違う今ね、こっちだ、なんかドッキリ最低だ、石井さん、石井さん石井さん最低ですよ、あの人最低ですねやること最低ですね。一回そうね、ちょっとね、もう一回ちょっとあれして、はい、
ごめんなさいね、バタバタしちゃってね、うん、はい、すいません。で、はい、じゃあ一回ちょっとね、はい、音羽さんは一回フェードアウトしてもらいます。フェードアウトするんですか。じゃあいいや、いいや、このままいてください。はい、はい、ちょっとね、はい、未完成なんかね、いろいろ初めてのことなんでね、僕もね、ここで、そうよね、うん、ズームでやるの初めてですもんね。そうです、そうです、はい、ね、だからもう、いろいろテンパってるんですよ。そんなのひどいとかね、最低とか言われてね、前回も相当俺ひどいこと言われてましたよ、みんなに。そんなこともないと思いますよ。本当ですか。多分酔っ払って覚えてないんだと思います。いやいや、覚えてますよ、ちゃんと。でその後ちゃんと見返しましたから。はい、ね、トモコマンも最後なんかね、はい、はだけてなんかすごい、私結構あらわな格好してましたよね。聞いた人はびっくり。ね、っちゃって、はい、じゃあどうします、ちょっと曲、一回じゃあちょっと曲行って、曲行ってちょっと落ち着きましょうか。はい、はい、ね。じゃあここでトモコママの曲を、ちょっと待ってくださいね、いきますか。ちょっと待ってくださいね。はい、あれ、ほら、まあ、CD も入ってない、はい、今日は本当最初人数のね、観覧の方が来てくださってありがとうございます、ね、ちょっと今回は完全予約制だったので、予約の仕方とか大変でした。大丈夫でした。ありがとうございます。大変でした。さあ、そんな形で、はい、お送りしていきたいと思います。だからはい、トラック2ですかって聞いたの。 M2 です。これね、書いてないんですよ、これ。トラック、あ、嘘、うん、私書かなきゃダメです。いや、違う、違う、この CD にもね、うんうんうん、え、今どっち書けようとしてますか。なんだっけ、こっちですよ、新曲の方。あ、そうです、そうです、新曲。新曲、はい、一応新曲です。それじゃあ行きましょう。はい、梅雨の時期なので、この曲を皆さんお聴きください。竹内智子でレイントレイン。しゃがみ込む泣き顔ダウンタウンベイビー、駆け込んだ最終ステーションホーム、乗り遅れたトレイン、し上手うぬぼれチャンキーボーイ、わかってて乗せられたのなぜ、明かりが消えても立ち上がれない、
送りいたしましたのは竹内智子でレイントレインでした。どうでしたか、はい、音羽ちゃんとの連絡。音羽ちゃんね、はい、今一生懸命カメラアングルを調整していただきます、はい、そうか、そういうことだったね。いきなり繋がったら嫌だっていうのはそういうことだったのね、うん、なんか喋ってますけど映ってない、まだ映ってない、映ってない、映ってないですよ。あ、でもじゃあどうなってんのか。あ、大丈夫大丈夫、かわいいかわいい。え、そうじゃなくて私がこの画面にどういうふうに映ってくるんですか。あ、ちょうどね横になって、うん、頭がちょっと切れてる。大丈夫、はい、じゃあちょっと一回かけ直しますね。はい、はい、さあこれから音羽ちゃんがもうちょっと引きの方がいいかもしれないな。え、もうちょっと引きの方出演しますけれども。引けない。分かった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 、はい、じゃあ一回ちょっとかけ直しますね。はい。いやいやいや、もうねちょっとバタバタですね。そう、前の時もね、はい、大騒ぎだったんですよ、あの前々回。はいはいはい。この画面に映るんですか。うん、おー、今からご覧の皆様、これから音羽ちゃんが画面に映ってくるので楽しみに待っててください、ね、さあそして、メールメッセージの方もお待ちしております。千住アットマーク cweb.jp senju アットマーク cweb.jp まで送ってください。こっち見えんのかな、見えてないか。これって横になる。はい、送ってください。そしてなんかショールームの方からも、うん、今生放送っていうのかな、配信されてるそうなので、ショールームでから、この角井坂屋豆太郎をご覧の皆様こんばんは、はじめましての方もたくさんいらっしゃると思いますがね、はい、ショールームこんな感じで、はい、まったりとお送りしておりますので、はい、楽しんでください。見てる人いいのかな、ショールームで。いや、いるみたいですよ。本当に。はい、だって。はい。そっかそっか、はい。そうだよね。はい。音羽ちさん、この会場にいらっしゃる方は、音羽ちさんの顔が見たかったら、はい。つなぐしかないんだよね。そうなんです。そうなんです。うん。つないで画面で見てください。これ現状横になって、横になって、音羽ちさんとか横で出てくるっていう、これも。縦で、縦の方がいいかもしれない。あ、じゃあ、いいですか。あ、これだと、あれだもんね。はい。あの、向こうの設定なんですよ。あ、なるほどなるほど、これが横になってるんですね。今ね、音羽ちさんとか横で出てきちゃうんですよ。横で出てる。これ聞こえてますかね。聞こえてる。さあ、そしてチャットでも。そうなんですよ、はい、今ね、はい、音羽ちさんとつながってるんですけど、うん、あの横になってるんですよ。横になってるって寝て見てるってこと。寝てる。あ、そういうわけじゃなくて画面が横ってこと。そう、画面が横になってで縦画面に変えてもらえますか、やっぱり。え、じゃあちょっと待ってください。うん、うん、切りますよ、一回。あ、切る。はい。またおたじさんと30分出てこれないっていう。はい、じゃあ千里ちゃんファンの方ちょっとお待ちください。本当、ね、はい、申し訳ないです本当に、はい、うん、え、ねえ、はい、あ、はいはい、かかってきました。これで千里ちゃんからです。カメラをいいんですか。これでこれですか。なってます。はいはい。あれ、今度逆さまになってる。え、じゃあダメだ。これ充電しながら。いろいろと大変。あ、てかイヤホンが繋がんない。それはなんだ。なるほど。え、それじゃないから。それ前、ま、それ前の動画だと思います。あ、いい感じ。こうすると置けないんですよ、電話が。どうでしょう。さあ、そしてチャットの方も。ね、おやじライダーさんありがとうございます。トモコママ大将こんばんは、まあ、久々でリンクが見つからずに出遅れましたということで、あ、今見れてますね。見れてます。ありがとうございます。さあ、そしてシュウさんこんばんは。やっと来れた。いい感じです。やっと来れたってことは皆さんあれかな、リンクを探すのが大変だったってこと。え、いい感じです。小田さん、いい感じです。つないでも大丈夫ですか。今から楽しんでくださいよ。はい、多分音が入んないです。音が入んない。イヤホンしないと聞こえない。え、イヤホンしないと聞こえない。ヤッホー。いろいろ。すいません。すいません。あの。うん。リアクションだけします。うん？リアクション。リアクション。はい。これから千里ちゃんが。まあ、顔だけでもね。うん。見せてもらえれば。ねえ。大丈夫ですか？つなぎますよ。音羽ファンの方。オッケー。お待たせいたしました。じゃあ音羽ちさとさん登場です。登場です。
で見れるの？はい。あ、見れた。見えますか？見えますか？向こうはね、見え。おとがちゃんからは見えないってこと？いろいろ問題あるねこれ。どういうこと？おとがちゃんは聞こえてるの今？聞こえてないな、ハテナしてるから聞こえてないんだと思います。聞こえてないのかなこれ。聞こえてなさそうですね。聞こえてますか？おとがちゃん、聞こえてないわ。向こうは普通にあるじゃない。なんかどうしようか。スピーカー、あれ？なんか喋ってください。うん。あ、聞こえてないですねこれ。聞こえてないですねこれね。うん。また聞こえてないって連絡入れてもらっていいですか？あの一方的に喋ってもらってもいいかな。ね、ね、うん、なんかねニコニコしながらずっとこう。なんか喋って。あ、ちょっと今ね画面はつながってるんだけど音声がつながってない状態ですねこれ。そうですね。はい。もっと困った。ちょっとバタバタですいませんが。じゃあそんな。はい。あれですけどじゃあ一回ね。ええ。あ、でも親父ライダーさん、千里さん見れました。こんばんは。なんかプツッと落としたよ。見れてるのかな。あ、これもしかしてパソコンでやってるってこと。そうですね、パソコンですね、これ。うわ、私の真下からのアンプが。それ切り替え違うと思いますよ。いや、いいんじゃないですか、これで。可愛いですね。これやめましょうよ。いや、いいじゃないですか、これ。じゃあ、音声、うん、どうしましょうね。あ、カチャカチャ言ってるので、多分繋がりそうですけど。繋がりそうですけど。じゃあ、一回ちょっと曲行きましょうか。うん、そうですね、音八里の。はい、何の曲行きましょう。ちょっと待ってですね。はい。はい。じゃあ、音八里のベースボール大好き、聴いてください。
くできてるドラマよりもドラマティック。さよならあっちの五秒前ベースボール大好きベースボールベースボということで音八里でベースボール大好きをお送りいたしました。どうでしょうか、ね、どうでしょうか。あのね、はい、あれなんですよ、いろいろと設定がね、はい、大変みたいです。あ、大変なんです。はいはいはい。声が聞こえない。だからなんかせっかくだからね、画面は見れたみたいですけどね。画面は見れてる、画面は見れてるんです、うん、音声が、音声がね、うん、ちょっとね、イヤホンを切ってしまうと、はい、イヤホンを切って切りながら喋ると、なんだ、うん、こっちの声が聞こえない。こっちの声が聞こえない。聞こえない、はい、そう。ただイヤホンをつけると、はい、逆さまになる。逆さまになる。逆さまになるがわからん。なんか多分携帯の設定だと思うんですけどね。うん、うん、ちょっと一回画像、俺の画像を写してもしょうがない。ね。どうしましょうか。ちょっとせっかくなんで、じゃあ、うん、おたかちゃんからなんかこう、ね、言葉を言っていただくのはどうすればいいですか。そうですね。いや、なんか、あれ、はい、ねえ、なんか声が聞きたいっていう方、声が聞きたいよね、やっぱ ね。あれ、ちょっと待って、なんで、あれ、切れちゃった。あさあ、大変な生放送になっております。結構大変なんですね、なんかね、うん、ズームでやるっていうのはね。もしもし、もしもーし。もしもーし。はい。さあ、もう声の出演。はい。ね、なんか、皆さんに。はい。でも、前回も同じようなこと言ってたよね。どうですか、この1ヶ月。何してました？もう仕事は普通に。あ、私ですか？はい。普通に行っております。普通に、うん、ね、普通に行っております。行っております。そうですよ、もうね、普通にもう世の中いろいろ普通になりつつあるけれど、うん、うん、そうですね、ね、うん、なんかちょっとね、満員電車も嫌だなって思うんだけどね。そうですね、もうなんか普通に人がやっぱり増えてきて、うん、ちょっと久々に電車乗りましたけど、やっぱりちょっと、うん、ね、思うことはありましたけど、うん、でもこういうのがやっぱりちょっとずつこう戻ってくるとね、戻ってくるんでしょう ね、きっと ね、うん、お父さん、はい、来月は、うん、まあこのままの状況で言ったら来月はスタジオの方にお越しいただく形になるかと思いますので、はい、ね、元気な顔、もうずいぶん会ってないですもんね。いつから会ってないですかね。4月、あ、4月の、多分ね、2月の池袋の激パのライブ以来ですよ。あら。ほら、お客様がすんごい具合悪そうに来た。でプレゼントだけ持ってきてくれたっていうね。おすごい、あの時ね、これ聞いてんのかね、今ね、うん、いや、すごい、聞いてますか、うん、大丈夫っすか、コロナじゃないですよ、うん、うん、それは絶対ないとかっつってたけど、うん、うん、
2月のライブですね。じゃあ2月それ以来会ってないってことですか。そう、バレンタイン後ぐらい、2月の十何日ぐらいですよね。うん、多分それぐらいだったと思います。うん、そうね、はい、だからそれ以来僕も会ってないんですよ。あ、そうだったんですね。うん、あら、あ、だからこの番組が、うん、なんだっけ、4月の26日かな、25日か、25です。25にともこママが、はい、子作り宣言されてちょっとお休みを、はい、した時にリモートで出演していただいて、ね、そうですね、うん、その時もバタバタして、はいはい、なんかこう繋がんなかった。そうだった。そう、いつも繋がないんですよ。でも舞ちゃんと高崎は普通に繋がったんだけどね。なんでしょう。でも先週じゃない、先月はちゃんとできましたもんね。そう、ちゃんとできました。うん、なんか新しいことをやろうとするとね、その時はまた、まあ大体バタバタするもんなんですけどね。はい、本当すいません。お見苦しい点ございます。申し訳ないです。はい、ね、で来月、あ、違う、そうだから、それで先月でしょ、はい、で今月で、あ、そうです、そうです、ね、3、4ヶ月会ってないですね。うん、ね、来月7月はん、皆さんお元気ですか。皆さんお元気ですか。元気です。あれ、あまり、ね、声をね、わーって出せない状況ですのでね、小さくね、拳を振り上げてますよ、はい、お客さんも、はい。ね、シュウさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。シュウさん、スタジオ生放送再開おめでとうございます。ありがとうございます。全国的に緊急事態宣言や県またぎの移動自粛が解除され、うん、気持ちも和らいできますね。でもコロナが収束したわけではありません。引き続きソーシャルディスタンスを守り、みんなで頑張って乗り切っていきたいです。しかし初夏のマスクは着用は熱いです。暑いですね。ね、うん、結構もうマスクの中が汗だらけですよね。ね、すごいベッタベタになるよね。なりますね、うん、息苦しくなってくる。うん、うん、小田さんどうですか。小田さん、暑いですね。ね、マスクとかこうして、化粧とかも、もうだから化粧しないですよね。あこっから下はね、そっかそっか、うん、取れちゃいますね。ね、ほらコロナ後にさ、はい、知り合った人とかいるじゃない、女の人とかでも、うん、とか男の人でもさ、でこう、マスクしてる姿しか分かんないから、あ、はいはい、マスク取った時、うん、誰だか分かんなかったりとかするの。あります。そうえっとか思って。結構変わりますよね、変わる、あるとないと。うん、東京はマスクどうですか。私どうですか。で、マスクでマスクしてるとみんないやらしく見えるもんね。どういうこと。シカ女子さんとかが好きってことですか。あ、そうですね、シカ女子さんとかも本当ね、見るだけでもワクワクする。いいですよね。うん、ね。なんで私がいいですよ。よくわかんないですけど。でもスキー場。ん、ああ、スキー場でもほら、ね、ゴーグルとやって、うん、やって、うん、でもそれ逆じゃないですか。ゴーグルこっちですよね。あ、風よけのね、うん、でも言ってみたらあれですよ、俺音羽のマスクしてる姿、うん、あ、顔見たことないですよ俺。え、見たことないですよ。本当、うん、2月の時してませんでしたっけ。してない。あれ、お客さんがしてない。お客様の方が覚えてます。うん、してない。してたっけ、あの時。してなかったような気がするね。うん、してないしてない。2回否定されてるけど。そう、見たことないの。来月は見れるんじゃないですか。じゃ、いや別にそれを見たいわけじゃない。いや、ふと思ったんだけど、え、どんな感じだったかなと思って今一瞬思ったけど、うん、してなかったですね。うん、うん、ね、はい、来月7月の25日は音羽ちゃんもきっとここのスタジオに来るでしょうね。はい、でね、ちょっと今後ね、この、まあもう少ししたら、うん、まあ、ここでもね、ほら、ちょっと軽く、何、オープニングライブじゃないけどエンディングライブとかもね、はい、できるようになればね。そうですね、いいですね。もうこれは本当に観覧に来てくださった方だけの、だけの、ね、ものなので。そう、はい、ね、ちょっとまだねできないですけど、うん、まあ、ちょっと今ライブとかはね、なかなか難しいけど、まあでもなんならトモコママがほらフェイスガードしてさ。あ、フェイスガードね、うん、して歌うとか。こもってこもってしょうがないです、ね、どうですか音羽さん。
フェイスガードしてライブ。フェイスガードして、めっちゃ自分の声うるさそうですね、それ。なんかこうなってんだもんね、反響しそうで。全部自分に返ってきちゃう。うん、そう、ね、全部自分に返ってくるかもしれない。うん、でも、あれですよね、あの、昔ほら、あの、なんかおばさんがさ、はい、あの日焼け止めでこう、マスクしてるのあったじゃない。え、知らないです。何？日焼け止めサンバイザーがこう顔隠れるやつあったよね。あ、長いやつですか？うん、いや、こうこういう風にあの顔隠す。ここまで？うん、え、知らない。あったあった。ね、あったよね、あれ。なんかガッチャマンみたいになるやつ。あ、そうそう、ガッチャマン。ガッチャマン、なるほどね。うん、え、ガッチャマンズ誰派ですか？誰派？え？誰派？スワン、あれそこまで多分詳しくないんだと思う。そっか、ね、何人なのかもよく知らない。え、5人、5人でしょあれ。5人なの。うん、でもね、俺ね、ガッチャマンとキャシャーンの区別がつかない。タツノコプロね、ちょっと似てるじゃないですか、ね、ここ会話が成り立ちますね。似てるっすよね。よし、この後飲み行こう、みんなで。ね、本当に。え、うん、小田原ガッチャマンは知ってるんでしょ。はい。キャシャンは？なんか昔テレビで見てた気がするんですけど。ああ、再放送とかで？うん。か BS かなんかで。BS、ああ、なるほどなるほど。でも BS とか昔の映像やってますね。やってますよね。うんうん、うんうん、ね。やってる。あの、たまに金八先生とかやってるじゃないですか。ああ。そう、金八先生とかやってて、はい。なんだっけな。もうあの城之内美沙さんの番組とかを編集してたりとかすると、はいはいはい、かけてないはずの音楽が流れてきたりするとすごい怖くなる時あるんだよね。なの？あ、いやいや、あの編集しながらさ、たまたま BS でやってるじゃない。はい。で、かこっちでかけてないのに俺テレビから流れてくるからすごい怖くなる時、わーって思う時ある。ごめんなさい、分かりづらいですね。はい。ね、はい、じゃあそんな感じでね、あの、なんか巻き入ったけど何だったの今の。誰からの巻きですか？え、お客様からの巻きが入った。あ、本当？違うの？あ、そう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 。そういうことね。あ、巻きじゃなくて荒川ですもんね。荒川っていうか、ね、いや、ここでもやってましたよ。あ、本当？うん、やってました、やってました。荒川の土手じゃないんだ。あの、なんだっけ、八乙女くんが、はい、あの捕まる時かなんかの、あのあれするときにここのすぐ 目の前の一番新しい金髪署名かなんか、うん、いやいや、一番新しいって八乙女くんってジャニーズの八乙女。そう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 。うん、君が何年前だ、うん、あの薬薬中かなんか 薬中うーん薬物中毒になっちゃって、はい、それでみんなで署名かなんかしたのかな。そしたらここら辺も映ってましたよ。へえ、うん、小田さん知ってます？金八先生。いや、一回も見たことない。本当に。ああ、でもね、俺も金八って金曜日の8時っつったら新日本プロレスじゃないですか、うん、俺も一度も見たことないんですよ。金曜日の8時でした。そうですよ。あ、だから金八、うん、今知った。だから金八なんですか。そう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 。そうなんだ。そうで、あの頃は太陽に吠えろがすごい強かったんですよ。で、同じ日にやってたの。いやずっとやってて、あの時はもうダントツだったの、うん、あれテレビ朝日、日テレだ、日テレで太陽に吠えろやってて、うん、ダントツだったの、うん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 、そう、それでもう誰も勝てないから、っていうんで何とかしなくちゃいけないっていうんで、もうやけくそになって金八先生やったの。やけくそかどうか分かんないけどね。え、金八先生も、え、じゃあ先八先生は知らないですか？小田さん。え、私ですか？はい。え、金八先生は知ってますよ。あの、先八？人の文字の説明するやつ。人という字は。人という。それ。それ、モノマネじゃないですか。あの、三又さんかなんかのモノマネじゃないですか。こうやってやんなくちゃ。先八先生知ってます？先八？先八。先八？先八先生。何すかそれ。仙台。先生役の佐藤宗幸さん。え、じゃあ、あの、新八先生は？新八？新八。新、新しい八。新八？新八。それは銀魂のキャラクターですよね。銀玉？銀玉？すごい、すごいところが来たけど。新八、新八先生知らないですか？岸田。え？岸田聡さん。岸田聡さん。あ、知らない。え、カンパチ先生は？カンパチ先生は、あれ、そうそう、川谷拓三さん。あ、知らないですよね。知らない。知らないですか？うん。これ大体みんな知らないんですよ。うん、
高崎君にもう前ラジオでも言ったんだけど、うん、ポカーンとしてるんですね。佐藤宗之さんを知ってますか？そんなにいっぱいシリーズありましたか？ありました、ありました。すいません。うん、あったんです、あったんですね。だからあの心配、あ、金八先生が終わって、うん、一番最初が金八先生だったんです。その後に金八先生の後が心配、心配先生で、さ、なんか最初か初回かなんか最終回かな、金八の、うん、か初回、新八の 初回かなんかに、うん、一瞬武田鉄矢が出てきたとか、なんかコラボしたんですよ。へ、うん、どうでもいいですよね、太田さんね。え、それは本当の、本当にやってた話なの？ここで、ここでね、一応人前に話して嘘ついて、俺どこ、あれ、俺のことすごい嘘つきだと思ってる、もしかして。いや本当、そういうのがあったんですよ、うん、ぜひあのまあ多分大戸葉里のことだから今頃ね、あのググってますよ。ググってますね。うん、ググってない。ないひでえな。そうですか。じゃあね、そろそろここら辺で曲の方に行きたいと思いますけれども、はい、私行きますか、乙葉ちゃん行きますか。いや、あれですよ、この通りで行きましょうか、うん、はい、この通り、あ、こ、あ、はい、もう一曲、はい、私の曲、アメにちなんだ曲を聴いてください。アメジングレイス、はい、竹内智子でバラードを注いで。雨音窓辺でまどろむ夜はあなたの面影浮かぶの、静かに小指でなぞるわ、曇りガラスに残る喜びと悲しみ、忘れていた遠い記憶、初恋に似た甘いため息、愛しすぎて壊れそうで身動きできない私を、ということで、はい、お聞きいただいておりますのは竹内智子でバラードを注いででございます、うん、ね、はい、懐かしい、もはや懐かしい、ね、懐かしいですか？はい、もうここに来ないと、はい、竹内さんの曲が聴けないですから。そんなことないじゃないですか。なんで？で、購入していただければ毎日聴けますよ。いや僕だって CD ダウンロード嫌なんで、 CD だったら買いますよ。本当ですか？いや嘘。だってもうないでしょ、だって今在庫がね、在庫がねないので、はい、だってほら在庫処分しすぎんだよ。ありがたいことに完売しましたので、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。まあ、ダウンロードで、ね、あとはダウンロードして聞いていただければと思います。お父、はいはい、さん聞こえますか？はい、はい、ね、うん、大丈夫ですか？聞こえてます、ちゃんとね、はい、ということで、はい、ね、ということで、うん、もうなんかバタバタしてたらもうかなりの時間、かなりの時間ですよね。はい、いつもこんな感じね、うん、そうですけど、うん、まあ来月はちゃんとできるんじゃないかなと思いますが、あ、来月はね、大田さんも来てくれると思うし、はい、うん、ね、元気な顔見せてくださいよ、ね、皆さんにね、
あのこれあれですよ、わざとこう出し惜しみしてるんですよ。なるほど。俺がね。そうなんですね、うん、そんな簡単にね。そうですね、 YouTube で顔、 YouTube ライブで顔なんか出さないよな。そうよね、そう思う。すいません本当に、ね、皆さんね、本当、はい、楽しみにしてくださった皆さんね。そうですね、あのちょっとねこっちの設定がねバタバタしちゃってね、うん、うん、なかなかこう私の顔だけで我慢しといてください。いやいいじゃないですか。すいません、全くもう来月を楽しみに。いやもう本当にねこれね、うん、いい感じですよ。 C ウェーブのロゴにね、トモコママのいやらしい顔が。ショールームの皆さんもこんばんは。こんばんは。はいね、小田さんショールームやってるんですか。いや、ショールームの部屋を一生懸命探してるんですけど、どれでも引っかからないんですけど。ショールームを探してる？その自分の部屋？あ、C ウェーブじゃないと。C ウェーブでやらないと。C ウェーブで探すんですね。そうですね。うん。ショールームの方は C ウェーブで。C ウェーブ、いやだってもうね、それ見てますから。ね、そうですね。まあでもね、あのショールームの あのアプリ持ってる方は。ね、ぜひそちらからぜひ、ね、はい、うん、見ていただきたいと思います。まあ、ショールームね、うん、あの音橋さんもショールームたまにやってるんで、はい、ぜひね検索して、ね、音橋のルーム、あったトモコママだ。トモコママ素人か、ね、はい、あれですね、今日も予約制で、ね、うん、来ていただきました。そうですね、しばらくちょっとこんな感じですかね。そうですね、次回ね、ちょっと、まあ、急遽ね、うん、お客さんもあれだったんで、はい、ちょっと次回はどういう形にするか、はい、ちょっとまあ、ね、相談しましょう。そうですね、うん、はい、ね、今回は急遽でしたけれども、電車場とかなんか飛ばしてもらう。誰に？俺に。あー、石井さんにね。あ、豆太郎にね、うん、だからほら人数5人とかになると、うん、ね、まあ多分ね、そんなにいっぱい今日は来ないの。でもここ5人だと結構いっぱいじゃないですか。まああれですよ、皆さんもうちょっとソーシャルスタンス的な感じにしないとダメですね。します、うん、ね。大変だ。まあね、5人だとね、はい、あるんで、まあちょっといろいろ考えつつまた相談しましょう、うん、ということでね。はい、はい、小田さん、はい、なんか喋ってくださいね。あ、めっちゃ見てました、画面を。来月はあれですよ、うん、小田橋さんもこちらの方に来ていただいて、はい、ね、ぜひお顔を皆さんに。そうですね、ね、元気な、うん、うん、なかなか、うん、ね、どうだって動いてるトモコママとか、はいはい、もうなかなか見れないんじゃないですか。動いてるトモコママ、うん、わーい。そうじゃない。いやいやいや、ツイッターとかではさ、はい、あれかもしれないけどさ、そうですね、うん、リアルタイムの動いてる動画で、ね、生放送なんで、うん、ありがとうございます、ね、はい、小田さんもね、動いてる音橋さんと最近 見れてない、見せられてないですよね。はい、本当ですか。そうですよね、うん、ね、ぜひ来月は、ね、結構チャットの方も来てます。来てる、読んでください、はい、親父ライダーさん、行きたかったな、行きたかったなっていうのはここに来たかったってことですよね。まあでもね、新潟から来るんでしょ。大変だよ。大変だよ。でもね、いつか遊びに来てください。まあそのうちね、はい、そのうち元気になったじゃねえか。みんな元気だったら、まあ、とりあえず落ち着いたら、ね、もう少し落ち着いたらね、はい、ずっと待ってますので、うん、びっくりした。うん、もう少し落ち着いたら、はい、ぜひね、ね、ここでちょっとライブでもできたらななんて思っておりますので、そうですね、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、うん、ね、はい、だから近々配信ライブとかもね、うん、もしあれだったらね、やりたいですよね。そうですね、ね、音羽さん、はい、ね、この間グループラインに送ったんだけど、うん、うん、読んでもらいました。あ、読みました。あ、はい、ぜひよろしくお願いします。読みました。検討しておいてください。はい、え。やらないな、これ。業務連絡後でやってもらっていいですか。そうですね。やらないな、これ。そうしましょう、ね、はい、はい、じゃあここでね、あれ、ちょっと待って、もうね、うん、あ、どれがどれだか分かんなくなっちゃった。じゃあ音羽ちゃんの曲いきましょう。行きたいんだけど、あのね、はい、こっちで繋いじゃったから、うん、曲がね、どれがどれだか分かんなかった。わかりました。じゃあこちらで繋いでみましょうか。うん、ラジオのね、はい、あのナレーションとか流しちゃったら大変なことになっちゃうから。それはそれでまたちょっと怖いですけど、そうそうそう、生放送、うん、ね、はい、よその
あれ曲ですからね。そうですね、うん、最近なんか皆さんハマってたことってありますか？唐突ですけど。ハマってたこと、ハマってたこと、なんだろうな、テレビでもいいし漫画でもいいしビデオでも何でもいいんですけど、なんかハマったことってあります？うん、あの虹プロジェクトっていうアイドルのオーディション番組。おとはちゃん同じだよ。もうね、お母さん的な気分で見てた私は。もう泣いちゃったよ。やばい、やばいよね、あれやばいです。うん、え、ちなみに誰推しだった？私はまゆかちゃんが好きです。あ、まゆかちゃんよかったね。そうなんです、受かってね。20のメンバーですよ。私はまやちゃん推しなんですけど。あ、まやちゃん、はい、まやちゃん推しです。これ喋ってて分かる人分かるかな。見てました？ニジプロ見てない。見てなかった。 JYパークさんっていう、いや、めっちゃいいこと言うんですよね。言う、そう、もうあの人の語録をね、本にしてほしいなと思って。本にしてほしい。本当にもう神ですよ。いいこと言うんですよ。また感動しました。ここ1ヶ月はなんかずっとあれ見てましたね。私もずっと見てました。よかったです。誰かチャットで見てる人いないかな。そういうの見てないのかな、みんな。お仕事だから見てないか。どうなんだ。なんかね、以前韓国の曲とか韓国のドラマとかにハマってたわですけど、ずっとその間、ちょっと間が空いたんですよ。で、今回のこのニジプロを見てからまたなんかちょっと韓国にハマりそうな自分がいて。はい、ニジプロ、ニジプロジェクトっていうね、新人さんを。アサヤンみたいなやつ？アサヤン、まあまあ、あ、でも全然知らなかった、今初めて聞いた。本当？あ、虫が入ってきたよ、ほら。トモコママに、トモコママにたかろうとしてる。ちょっと虫、本当？ちょっと窓開けてるのでね。うん、まあしょうがないですね。はい、じゃあここでね、はい、曲準備できましたので、おとはさん、イントロクイズ、はい、当ててくださいね。聞こえる？聞こえてる？聞こえてます。これ聞こえるんですよね。聞こえてます。いきますよ、イントロクイズ、よーい、ドン。はい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 、おとはさん、はい、アスファルトパン退屈。はい、正解。少し伸びた前髪の間から見ていたのに、いつの間に顔に変わった信号は隣の人が先に音八里でアスファルトと赤い靴でございます。はい、はい、ね、いい曲ですね。当たった、当たった、おめでとう。なんかあげます。当たった。外したら困るけどね。ねえ、困っちゃうけど。それボケなのってね、うん、そう、この間ですね、はい、私全然関係ないんですけど、ええ、フラフラと、あ、まあ、ちょっと仕事で、はい、とあるところに行ったんですよ。そう、あの文京区のあたり、はいはい、そしたら音派って書く地区があるの、うん、ありますね、ご存知ですか、音派さん、
はい、えっていうかそれ音羽ですよ、ね、音羽です、うん、音羽です、うん、え私最初音羽にしたいって言ってその漢字を出したら、うん、え音羽の方がいいって言って、うん、音羽にされたの覚えてらっしゃいますかそうですか、なんかね音羽信子さんっていうのがいらっしゃって、なんかそっちと被っちゃうから同じ音はちょっと嫌だなって。女優さんでいらっしゃる、多分読まないんですよ、だから。ん？音羽って読まないんですよ、この書き方で。読まない？うん、音羽としか読まない。ああ、まあみんなね、うん、あのライブあのイベントライブとか行くと音羽さんって、うんうんうん、音羽さんっていうね。そうか。うん。でも女優さんでいらっしゃいましたもんね、音羽さん。ね。うん。まあ字は違うんですけどね。うんうんうん、うんうん。そうそうそう。ね、右を見ても左を見ても音羽なんでね、ぜひ皆さん、いや本当いろんなフォントの音羽が見れますから面白いですよ。え、ちょっと待って、だから音羽通りってあるんですよ、あれ音羽通りってあるんですよ、うん、そうなんです、そこ行くと右になんとかレジデンス音羽とか、あプレシャス音羽とかいっぱいあるんですよ。音羽耳鼻科とかさ、でいろんな本当の音羽なんだけど音羽が見れるんで、ぜひね、文局に行ったら、うん、あのスポティファイかなんかでこれを聞きながら、はい、音羽の曲を聞きながら、はい、ちょっと音羽文局、はい、音羽にね行って見てください。ぜひしゃべって、そうそうそう、俺いっぱい写真撮ってきたんだけど、あ、うん、げると気持ち悪いなと思ってやめた。ぜひツイッターに上げていただいて、絶対音羽引くから、うんうんうん、あ本当引くよね、ね引くよね、ノーコメントですね、ね、ノーコメントスルー、そうひどいよね一生懸命さ、あそうしてるのに、はい、ね、さあそんなこんなでも、はい、もうそろそろあと残り3分ぐらいですよ、あらあっという間ね、バタバタしてる間に、一番バタバタしてましたね、ね申し訳ないです本当にごめんなさい、大丈夫ですね、小田さんすいませんね、お客さんねリスナーの皆さんも本当に申し訳ないです、うん、本当にすいません、ごめんなさい、全部悪いです僕は、声の出演のみになりました、はい、ね、みんな楽しみにして、写真でも分けといてください、あ写真ね、はい、あじゃあ音羽のそのいっぱい写ってる写真にしようか、うん、ん、え、何ですか、音羽の写真、音羽、うん、音羽っていっぱい書いてある写真をアップしようか、アップしておいてください、スルーすんでしょ、顔私はするでしょ、ああはいね、はい、ぜひぜひ、はい、ね、そうですね、いやーもうあっという間にあれですけど、はい、今後の予定っつうのもないね、今ちょっとねなかなか予定が立てられずの感じです ね、うん、うーん、まあちょっと本当になんか配信ライブとかね、うん、そうですね、したいなとは思ってるんですけど、そういうのも多くなりましたもんね、うんうん、本当になんかね、うん、前ここにいらっしゃった白崎恵美さんっていうのが、はい、えっていうのがっていうのも失礼ですけど、が配信ライブやって、この前、うん、この前ね、僕も拝見してたんですけど、私も拝見させていただきました、すごいこうあれですよね、評判良かったんで、うんうん、なんかまた違う近くで見れたりとかさ、いいですね、そういうのが見れるから、やっぱり 生で早くね、うん、まあライブもライブでいいところあるんだけど、うん、なんかそういうね、カメラを通してまた違う形で見るっていうのもなんか、そうですね、また一つ面白いんじゃないかななんて思いますけれども、うんうんうん、ね、ぜひ、はい、トモコアも、はい、口だけアップでこうやるとか、どうですか、いやいや、そんな楽しんで、目だけアップとか怖いじゃないですかね。で、小田さんもどうですか、はいはいはい、スルーで感じまあでもそんな感じでね、うん、配信できたらいいななんて、ね、楽しいでしょう ねきっと、うん、この豆太郎もどうですかね、ね、何を、うん、そんな感じで配信、え、配信っていうのはどうなんですか、豆太郎も配信ってどういうことですか、ライブ配信これやってんじゃないですか今、歌で、うん、どうなんでしょうね、うん、後で打ち合わせしましょう、しましょうね。だからほら、スナックともこもやらないといけないですし、そうなんですよ、結構ね、うん、皆さんね、意外とスナックともこやってくださいって人多いんですよ、うん、ね、みんなつぼってますよ、本当今度は俺も、はい、あれだからね、俺ギャラ高いからね、ね、でもほら大将忙しいからね、なかなか
ね、ちょっとね今 ね本当ねちょっとね僕もいろいろ忙しくなっちゃって、ね、うん、なかなかちょっと犬のお世話とか、そう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 、犬のお世話とか ね結構大きくなりましたもんね、犬のお世話とか犬のお世話とか、うん、私が散歩するしに行く企画だけは、うん、ノリノリなのでいつかお願いします。だけはってどういうことだよ。配信ライブやる、配信ライブ、配信ライブ、犬連れてきてください。犬は連れていかないよそんなところに、ね、ちょっと連れてきてほしいけどね、なかなか ね、うん、さあもうそろそろね、はい、お別れの時間になってしまいましたけれども、はい、皆さんじゃあ最後にお聞きいただいた、ご覧いただいた皆様ありがとうございました、ね、本当にお聞き苦しい点があって本当に申し訳ないです。、はい、ありましたね、オートハファンの皆様もね、申し訳ございません、申し訳ございません、はい、また、うん、声だけの出演で来月を楽しみに待っててください、うん、ね、はい、なんか顔見たことない方は、うん、ね、オートハチサトの声でなんかどんな子かなってイメージしてもらう。そうですね。そんなやついねえか今ね。いやいや、いるかもしれないですよ。今だって検索すればすぐ顔出ちゃうもんね。そうですね。うん。SNS で検索、はい、ツイッターとかでね、おともちさとで、うん、ね。はい。ぜひチェックしてみてください。ね。来月の7月25日はここにもう一人おともちさとちゃんが来る。来るので。かもよ。え、かもなの？いやいやいや、わかんないわかんない、まだほらこの状況が続けばね。そうですね。ね。状況がわからないですもんね。うん。まあでもね、一刻も早くね、はい、みんなに、はい、ね、みんなの前 で、 そうです、ね、ね、通常通りの活動ができるように願いつつ、はいはい、それまでは竹内智子と小田千里を応援してあげてください。お願いいたします、はい、はい、頑張ります。じゃあね、はい、一言ずつ智子ママ一言ずつ、はい、うん、久しぶりの北千住シーウェーブのスタジオから、本日お送りしました。やっぱりなんかこの感じが私はとても好きなので、また来月再来月とこの場所から皆さんにお届けできたらいいなと思っております。ぜひ、観覧できる、今まだね人数制限ありますけれども、ぜひ観覧もできるので、ゆくゆくは皆さんと観覧で皆さんとお会いしたいなと思っております。一言つくのは。はい、お父さん、ありがとうございました。はい、みんな元気でいてください。来月行きます、待ってます。はい、ということでここまでのお相手は豆太郎と竹内智子、あ、智子ママこと竹内智子でした。そして音八里ちゃんでした。でした、でした。また来月、ありがとうございました。忘れたい悲しい後